ポリーシャは北ウクライナ、南ベラルーシ、東ポーランドと西ロシアの間に位置する歴史的地名である。スラブ人の発祥地であり、古代より東スラブの文化と伝統が保存されてきた地域とされる。19世紀以降、東欧の人類学者のメッカとなった。20世紀末、チェルノブイリ原子力発電所事故により著しい被害を受けた。ポリーシャの地名の由来は、 沼地の森林であると言われている。東地方は、東欧平原の西部に位置し、プリピャチ川と西ブーフ川に挟まれた湿地と森林が混在した地域である。ポリーシャの中心地は現在ウクライナのボルイーニ州、リウネ州、ジトーミル州、キエフ州、チェルニーヒル州、スームイ州の北部と、ベラルーシのブレスト州とホメリ州の南部を占めている。また、従来より、 ウクライナ人とベラルーシ人が居住していた現在のポーランドの東部とロシアの西部もポリーシャ範囲に含まれることもある。ポリーシャの主な河川はドニプロ川、デスナ川、ホールイニ川、ストクヒド川、スティル川、プチチ川、ヤセリダ川である。主要都市はピンスク、トゥリーブ、ブレストなどである。ポリーシャにおいてはポリシチュクビが中心となっている。 彼らは、ウクライナ人の一派とみなされ、ウクライナ語の北部方言に属するポリーシャ語を用いる。ポリシチュク人が、主に信仰する宗教は、正教とカトリックである。彼らは古代東、スラブ人の伝統的文化を色濃く保っている。ポーランド・ウクライナ・バルト氏、伊藤隆之、伊内俊夫、を、中井和夫。山川出版社、1998.12。 地域文化拾い集め20年消えた村から、4、朝日新聞2009年4月22日。ありがとうございます。